竹内涼真が主演のドラマ、フンと世界が終わる日に、通称、ヒミセカの第1話が17日に放送された。本ドラマは、ある日突然、生ける屍がさまようようになった三浦半島が舞台。竹内涼真演じる主人公の響が、離れ離れになってしまった恋人のくるみ、中条あやみを探しながら、襲いかかるゾンビと対峙し、世界を生き抜いていくゾンビサバイバルかつ、ラブストーリー要素もあるミステリー作品だ。日本テレビと Hulu がタッグを組んで、今世界中で話題となっているゾンビサバイバルのジャンルに地上波ゴールデンタイムの連ドラで本格参戦したことでも話題となっているが、 SNS などでは本作のミステリー部分についても注目が集まっている。同枠では田中圭主演で2019年に放送されたあなたの番です。が大ヒットし、毎週放送終了後には推理や考察が飛び交っていたことが記憶に新しいが、ヒミセカ、このゾンビが闊歩するようになってしまった世界の謎や、登場人物たちが抱える謎についてすでに考察などが飛び交っている。第1話冒頭では、響、竹内涼真が同棲している恋人のくるみ、中条あやみにプロポーズの準備をしようとしているところから始まり、何の変哲もない日常だけれども、2人にとっては特別で大切な1日になる爽やかな朝のやり取りの様子が書かれていた。しかし、響は出勤の途中トンネルの崩落事故に巻き込まれてしまい、数日後なんとかトンネルから脱出すると、世界は一変。人を喰らう、生ける屍、ゾンビであふれる街となっていたのだった。響はくるみを探すために家に戻るが、そこにはくるみの姿はなく、何か手がかりはないかと他の生存者を探し回った末、近くの消防署にたどり着く。そこで響は高校時代の同級生で今は警察官の轟、笠松翔と出会い、街が一変してしまったのは化け物に噛みつかれることで伝染する謎の感染症がパンデミックを起こし、避難指示が出ていたということを聞かされるのであった。この消防署には轟とその上司、本郷、大谷良平や女子大生のかなえ、飯豊まりえ、三原翔子、安藤玉恵と小学生の娘、ゆずきゆずき、横溝なほの親子、屈強なバイク便ライダー、東、鈴之助、引っ越しアルバイトの韓国人、ミンジュン、キム・ジェヒョンとその上司の河本、マキタスポーツ。そして、壮年の男性、宇和島、笹野隆史、髪を寄せていた。本郷によると、消防署にいる人たちを救助に来るはずだった避難所は、昨日から音信不通になっており、消防署のライフラインは断絶しているという。そんな絶望的な状況の中、さらに夜になると、生ける屍が凶暴化し、消防署を狙って襲ってくる。この状況を打開するため、響たちは消防署から脱出し、避難所へ向かうことを目指す、というストーリーが第1話では書かれていた。第1話では、登場人物たちの間に隠された謎として、響、竹内涼真と轟、笠松翔の間に過去に何らかの確執があったことが匂わされており、響は簡単には信用できない、平気で人を裏切るやつと語るほど。一体2人の間に何があったのか。2人の過去と2話以降の関係性も非常に気になるところ。そして、第1話で書かれた大きな謎は、もちろんだが、なぜゾンビであふれる世界になってしまったか、という謎。たった数日で世界が一変してしまうほどの原因とは一体何なのか、というもの。
ドラマ放送終了後には公式ツイッターでは2020年10月4日発電所でクラスターが発生と意味深な投稿がシャープゴーレムの謎というハッシュタグとともに投稿され、それを見た視聴者からはどういうこと何々と SNS での謎を匂わせる投稿にも反響が相次いで寄せられていた。第2話では響きたち以外の生存者たちの様子も明らかになってくる描写が予告映像から書かれており、響きと離れ離れになってしまった恋人くるみ、中条あやみや横須賀駐屯地に滞在している自衛官桑田陸と浅香広大らの動向にも注目だ。君と世界が終わる日に第2話は24日22時30分より日本テレビ系で放送。